アイルランド語は、インドヨーロッパ語族ケルト語派に属する言語である。現存するゲール語の一つであり、しばしばアイルランドゲール語やアイリッシュゲール、あるいは西ゲール語とも呼ばれる。アイルランド共和国の第一公用語であり、2007年以降、欧州連合の公用語の一つである。現代のアイルランド人の多くは英語を母語とするが、2002年の国勢調査によると 41.9% がアイルランド語話者。アイルランド語と英語は同じインドヨーロッパ語族、ヨーロッパから南北アジア、アフリカ、南アメリカ、北アメリカ、オセアニアにかけて話者地域が広がる語族であり、言語学上、言語系統的には同じ語族に分類されるが、ケルト語派であるアイルランド語とゲルマン語派である英語とは完全に別言語であり、当然意思の疎通はできない。アイルランド語は元来はアイルランド人の固有の言語であり、非支配民の下層階級が中心とはいえ、アイルランドの人口の大部分をアイルランド語話者が占めていた。しかし、イギリスによってアイルランド島全土のほとんどが植民地化されていた時代に英語にとって代わられ、話者の数が激減した。これには、ジャガイモ飢饉の影響も大きい。19世紀のアイルランド民族運動の綱要の中で、ゲール語連盟及び初代大統領、ダグラス・ハイドらによる復興活動が行われた。今日ではこの言語を日常的に使う人の数は非常に少なく、アイルランド国内においても、ゲールタハトと呼ばれる一部の地域に限られるが、公共向けの掲示や交通標識の多くにはアイルランド語の併記が行われている。また、政府の公職、首相や議会、政党、議員などの名称をアイルランド語で表記し、国防軍においては号令にアイルランド語を使用するなど、民族主義的な観点からも使用が推奨されている。アイルランド共和国では、義務教育においてアイルランド語は必修となっており、ゲールタハトに、英語禁止の修学旅行に行き、うっかり英語を使った生徒を一人で自宅に帰らすという厳しい措置を取った学校も存在したほどである。また、公務員試験などにおいてもアイルランド語の試験が必須とされるため、学習者は多いものの、ゲールタハトを除くほとんどの地域においては、義務教育終了、または就職後には忘れ去られ、使われなくなってしまうことが多い。アイルランド政府は様々な保護策をとっており、ゲールタハトのネイティブなアイルランド語話者の家庭には、その土地に居住し続けることを条件に、政府から補助金などが支給されている。しかし、すでに英語がアイルランドの優勢言語であり、英語に長けていない者は、社会的に不便な立場にあるという現実から、アイルランド語を母語とする親も子供の将来を考え、子供にはあえて英語で話しかける傾向にある。このような状況から、西部の一部の海岸地域に点在するゲールタハトを除いては、アイルランドの日常生活においてアイルランド語の会話はほとんど聞かれないのが実情である。また、ゲールタハトも人口過疎の僻地に偏っており、比較的話者が多いと思われる唯一の都市、シティは西部のゴールウェイのみである。多くのアイルランド国民にとってアイルランド語はヨーロッパ世界の古典語であるラテン語の学習と同様に非常に退屈なものである。英語化が進行していく過程においては、辺境の言語、貧者の言語、劣等者の言語とまで貶められていたアイルランド語であるが、母語、日常語としては絶滅寸前となった近現代になってから国策的保護される対象となると状況は一変した。今日では、ゲールタハト以外であえて、アイルランド語を用いるのは、むしろ権威主義的な、やや厳格的で、気取った人間だという偏見さえある。本来のゲール語のアルファベットは、A、B、C、D、E、F、G、H、I、L、M、N、O、P、R、S、T、U の18文字であり、一般的にはこれに、V を加えた19文字が日常的に使用される。アイルランド語ではアイルランド語のことをと言い、ゲールグ、グエルゲと読む。括弧内に大まかな読みを記す。なおは定冠詞である。母位音素は A、E、I、O、U という5つの単母音とそれぞれに対応する長母音、加えて曖昧母音を持つ。基本的に強制は第一音節に落ち、強制を持たない単母音は曖昧母音に中和される。子音素は破裂音の P、B、T、D、K、摩擦音の F、S、H、鼻音のマイメートル、N、隆音の R、L を持つ。これらに加え、口述する間、音現象により、摩擦音、または接近音の VW、J、X が音素に加わる。また、無声声紋摩擦音、H 以外の子音は、それぞれ口外化されたもの、強子音とそうでないもの、後子音の2つに分かれるため、子音素の数は比較的多い。これらの区別は、スラブ語学において、軟音、硬音と呼ばれるものに相当する。基本語順は、べそ、例えば、という文は、見た、私は、彼をという順で構成されている。ケルト語派に共通する特徴として、特定の統合環境において、語の等音が変化する間、音現象を持つ。ケルト語派に共通して見られる現象であるが、アイルランド語には、軟音化と暗音化の2種類が存在する。軟音化を受けた子音は以下のように変化する。おおむね、破裂音が摩擦音ないしは接近音に変化する。D と G、B と M はこの軟音化の結果、同じ音を表すことになる。一例として、名詞の女性単数主格型に定冠詞案がつく場合に、この軟音化が起こる。暗音化を受けた子音は以下のように変化する。おおむね、無声音が有声音に、有声音が鼻音に変化する。一例として、前置詞 I が用いられると続く名詞にこの暗音化が起こる。なお、大文字で書き始める固有名詞の場合、その前に添える暗音化を示す文字は小文字で書く。アイルランド語の名詞は、基本的に男性名詞、女性名詞の二性、単数、複数の二数、主格、属格の二格を区別する。前述の通り、アイルランド語の名詞は、男性名詞、女性名詞の2つに分けられる。大まかに言って、小松が非口外化音と、後子音で終わるものは、男性名詞、口外化音と、強子音で終わるものは、女性名詞という傾向がある。ただし、これには、例外が数多く存在する。例えば、SRN、花は非口外化音で終わるが、女性名詞である。前述の通り、アイルランド語の名詞は、単数、複数の2つを区別する。複数形の作り方は、多種多様であり、基本的には一つ一つ記憶しなければならない。また、方言によって、複数型が異なることもあるので注意が必要である。そのうちのいくつかを以下に挙げる。前述の通り、アイルランド語の名詞は、主格、属格の2つを区別する。ただし、一部の名詞は、これとは別に余格型を持つ。また多くの場合に、他の格と同一の形態を取るものの、個格も存在する。主格は、動詞の死語や、直接目的語などに用いられ、属格は、名詞同士の就職関係を示すために用いられる。なお、余格は、伝統的にそう呼ばれているが、単独で使用することはなく、特定の前置詞との組み合わせで用いる。単数属格は大きく分けて、以下の5通りの作り方がある。実際にはこれらに様々なバリエーションが存在するため、複数型と並んで一つ一つ記憶しなければならない。複数属格は基本的に複数主格をそのまま用いる。ただし、特別な複数属格型を用いる名詞もある。冠詞には定冠詞のみが存在する。つまり、定冠詞がつかない場合、その名詞は不定名詞ということになる。動詞は時制と法によって活用する。活用のタイプには大きく分けて2種類あり、辞書形に認証単数命令形が1音節かそれ以上かで見分けることができる。過去に関連する時制、過去、習慣過去及び過去未来に相当する条件法では動詞の語頭に軟音化が起きる。母音で始まる動詞、及び何音かの結果頭 C を失う、F- で始まる動詞には、D を付すことでこれらの形態を作る。主語の認証、数に一致した認証型も存在するが、それらは通常、認証代名詞との結合形であると解釈される。故に、認証型と主語認証代名詞を同時に用いることはできない。例えば、上のブロック、取るの習慣現在1認証単数型はのようになるが、クレーシェイム M のように対応する認証代名詞を置くことはできない。この認証型は、動詞活用のパラダイムにおいて、すべてが揃っているわけではなく、またその使用範囲も方言によって異なる。これらの他に、自律形と呼ばれる形態が、各自性、法に存在する。これは、主語が不特定多数であることを示す、非認証形である。フランス語のオン、ドイツ語のマンを用いた表現に類似した用法のほか、ある種の受動文としての用法も持つ。過去に関連する形態のうち、過去形だけは、この自律型において、語頭の何音かが起きない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。